伊東洋華堂側、有リ蘇川、千葉県千葉市中央区川崎町に所在する複合商業施設である。JFE スチール、東日本製鉄所千葉地区の跡地を再開発したハーバーシティ、蘇川の一角に開店したもので、伊東洋華道蘇川店と有尾モールで構成されている。伊東洋華堂と三井物産の共同出資会社モール SC 開発が運営する大型ショッピングセンターであり、 アリオとしては最初の店舗であった。当施設のあるハーバーシティソガ内で隣接している娯楽施設を中心とする延べ床面積約23,591平方メートルのフェスティバルウォークと家具店とホームセンターが一体となった延べ床面積約58,267平方メートルの島忠市ホームズがあり。 島ただしホームズとは歩行者用の立橋で接続されている。しかし、これらの3施設は、中央分離帯のある4車線の行動とや、入手施設で分断されて売り場など、来店客向けの施設間の距離が長いことから、来店客の流れもつながりがたく、一体的なショッピングセンターとはなっていない。また、国道357号沿いに立地しているが、 その国道357号の平均通行速度は開業前後で約2 1トルと遅いことから自動車での来店時の走行時間15分間の人口が当施設から5キロメートル圏の人口を約20%下回るなど自動車での来店には問題が多いとされている。その他にも当施設の北部や西部には開業時点でも千葉市の中心市街地の 他幕張地区や船橋市内などに大型店が多数あることから、その方面からの来客が期待しにくい立地とされている。そのため、当施設の南部や東部方向が、開業時点での主要な証券と見込まれており、開業時点で半径 3km 圏、内約9.3万人、同 5km 圏、内約23.8万人、同 10km 圏、 内約90.3万人という周辺人口の割には実際の証券人口は少ないと見られている。海側には JFE スチール東日本製鉄所地場地区が隣接する。ショッピングセンター内には伊東洋華道割を蘇我店を各店舗に開業時点ではファッション、レストランなど85の専門店が入居しており、そのうち物販店が52店を占めていた。 開業時点では、伊藤洋華堂と反対側の端に1階には、無印良品とフランフラン、2階には、スーパースポーツゼビオを配置して、純格店舗としていた。しかし、オンワードなどの有力なファッション関連の大型ショッピングセンターによく出店している有力企業が、開業時点での出店を見送ったことから、専門店の質的な集積に課題を残す形での、 開業となった。また、各店舗の伊藤洋華堂も、店舗面積が約1万5000平方メートルと、競合するイオンの総合スーパーと比べて、小規模であることから、品揃えを充実させることが困難とみられている。その後、2014年7月21日時点では98店舗となっている。駐車場は5,800台収容。ショッピングセンターとして、 千葉県内有数の規模となる。出店テナントの一覧、詳細情報は公式サイト、フロアガイドを参照。蘇我駅西口より、ハーバーシティ、蘇我の無料シャトルバス、または、徒歩15分。千葉駅、千葉寺駅から、小港鉄道バスが運行されている。京葉道路、蘇我インターチェンジから約5分、国道357号線稲荷交差点近く。 駐車台数6118台、駐輪台数1360台、ありがとうございます。